どうもこんにちは、しまです。今回はブログのネタ探しをニュースを通じて探しながらスキルとかノウハウとかそこら辺をあれこれ喋っていきます。で、僕のチャンネルはブログ関係の情報をバンバン配信してますので、ぜひご視聴と一緒にチャンネル登録もいただければ幸いです。それではやってきます。で、今はライブダニュースのトピックスで国内に来てます。主要のトピックスがなんかパッと見た感じ動画向けがなかったんで、まず国内から話をしようと思ってます。で、国内でこれ個人的にもちょっと気になってるのが、この暴露をした内田さんに関してですね、なんかですね、この安倍さんが今後会見をするそのための原稿かなんかに関わっていて、でその原稿の内容が辞意を表明するみたいな、これ実際本当か分かんないんですよ、本当か分かんないんですけど原稿を頼まれましたと。で、この動画を撮影しているのは28日なんですけど、まあその当日、今日ですね、その28日に辞意表明の確率が高いと、ということでの予定法ですと。なので、この辞意表明の確率が高いと伺ってますみたいなニュアンスのことって、これ完全に内部情報なわけですよ。で、僕はこのニュースをパッと見た瞬間に、いやいやと、内田さん完全に情報漏洩でしょと。まあそういうふうに思ったわけですよね。で、案の定ニュースの中にも、仕事上の情報を漏らすのは軽率ではないかと。まあこれ警察とか書かれてますけど、普通に銀行だったら首とか刺されなわけですよ。で、そういう内部の話をツイッターとかで平然と言っちゃうところが、僕結構この人やばいなと思うんですけど、こういったニュースを見た時に、この内田さんってそもそも誰だろうとか、そういうのでキーワードをまず探してみるとか、もしくはキーワードを先読みするのであれば、多分これ暴露とかでやっても、こういう一時情報と被っちゃうので、まあ、これですね。暴露と被っちゃうんでしんどいですけど、暴露内容の真相だったり、もしくは内田さん情報漏洩とか、で、今後、この今回、暴露をした内容っていうのが、もし事実だった場合には、なおさらやばいんですよね、この内田さんって。一体あなたは何をバラしてるんだと、ふざけるなと、おそらく新聞社から怒られるわけですよ。で、一方、嘘だったら嘘だったで、じゃあこの話ってどっから出てきたのとか、そういう話になるわけですよね。だからどっちに転んでも、何かしらの注目が今後される可能性ってあるわけですよ。で、大事なのは、まあ別に内田さんっていうキーワードをもとに書きましょうとかではなくて、やっぱり同じような話題って世の中転がってるわけですよね。まあ、その情報漏洩だけの話ではなくて。で、そういう時にパッとキーワードを思い浮かべるとか、もしくは世の中が今後1日後とか3日後とか1週間後とかにどういうところに注目をして検索をするかとか、このニュースは今ライブドアなのでコメント欄とかないんですけど、例えばヤフーニュースであれば下の方に行けばコメント欄ってあるので、そのコメントをいくつかチェックをしてみて、どこら辺に関心があるのかなっていうのを参考にしてもいいですし、別に慣れてくればこういうのを使わなくてもあるこれキーワードが出てくるわけですよね。まあこうして実際内田さんを見てみると、まあ、ツイッターってのが一番上にありますし、もうニュースっていうのも、まあ、13時間前と1日前ですね、デイリースポーツとあと J キャストがもう取り上げているので、まあまあ多くの人の目にもう止まってるわけですよね、この話題って。まあツイッターで見ると、ツイッターとかっていう意味のわかんないキーワードがありますけど、どんだけツイッター見たいんだよって話ですよね。で、例えばこのツイッターで記事を書いても多分しんどいんですよ。で、それはもう純粋にツイッターで2個入れちゃうくらい、この内田さんのツイッターが見たいから検索をしてるわけですよね。まあこのツイッター兄組織っていうのが一体どこに検索需要があるのか、今このキーワードを見ただけじゃちょっと僕自身内田さんの情報がないのでわかんないんですけど、調べた上でもし記事にできそうであれば、こういう要するにツイートを見たいっていうニーズとはまた違ったところにユーザーの興味関心があれば、記事でも全然上位表示はできると思ってます。ただよく人物名プラスインスタとか人物名プラスツイッターとかってまあ結構ありますよね。でもあれってあくまでも公式アカウントが知りたくて検索をしてるだけなので、なかなか記事にしても勝てないです。まあやっぱり良くも悪くも注目はされているので、まあこういう方のツイートがいろんなニュースに拡散された場合には、こういう人は多分有名人ですね、影響力のある人のツイートがメディアに取り上げられた場合には、さらにそこから近い将来どういう報道がされるかとか、もしくは世の中の国民がどういう検索をするかとか、どこに注目を集めるかとか、そこら辺の予想っていうのができてくると、さらにブログネタを探すそのアンテナっていうのは広くなってきます。ただ1回じゃ絶対できないんで、何度も何度もトライアンドエラーをしてどんどんスキルを高めていく感じですね。もうスキルはどんどん身につければ身につけるほどぬるげになってくるので、ぜひいろんな角度でニュースを見ていくといいです。今ちょっとスポーツに来てます。スポーツカテゴリーで気になる見出しがあったんで、ちょっとこれを話していこうかなと。ポルトの中島選手が欠席をして行方不明と。で、この記事今読んだんですけど、すごい謎なんですよ。練習には参加しないし、どこに行ったかもわかんないみたいな。要するに本当に完全に行方不明なわけですよね。で、申し訳なくも僕は全然サッカーに詳しくないので、この中島さんがどれくらい世間で有名かっていうのはちょっと分かりかねるんですけど、もしスポーツ特化ブログとかサッカー特化ブログとか、もしくはサッカー特化カテゴリーとかスポーツ特化カテゴリーとか、そういうのがある方は普通に書いてもいいと思います。個人的には検索期間ってそんなに長くないかもしれないですけど、まあ、これはスポーツ関係なく考え方として少し覚えておいていただきたいこととしては、まあ、実際に見出しで事件は謎ですと書いてあって、本当にこれどこにいるのか分かんないらしいんですよ。だからこういう時は全然この人のことを知らない僕でさえ、行方不明ってどういうことと、どこに行ってしまったんだろうとか、大丈夫かなとか、結構そういうふうに思うんですよね。なのでこの中島さんに関しては、まさに現在とか、どことか、2020とか、
どこにいるみたいな、そういうキーワードが、まあ、割と検索をされるんじゃないかなっていう気はしてます。まあ、行方不明っていうキーワードがストレートで使われる場合もあるんですけど、そういう場合は1位情報と正面衝突してもしょうがないので、3号キーワード、4号キーワードで攻めるっていうところと、内容をしっかりずらして別の切り口で書くっていうことですね。1位情報と重複した内容で記事を公開しても、なかなか上位表示はしづらいので。なので、こういうニュースを見たときに、パッとちょっとこれ気になるなと。今後これ行方不明どこ行ったとか、まあそういったどこにいるんだろうっていうところに関連したキーワードで検索がされるかなっていうのをすぐに思いつけるかどうかっていうのが、個人的にはすごく大事だと思ってます。なので別に書かなくてもいいので、そういう見方で別のニュースもチェックしてもらえると、さらにネタを探す幅っていうのが広がると思います。まあということで、一旦前半戦は終わりで、今からは前に公開をしたブログのネタ探し動画を再編集してリマスター版として公開をしていきます。まあこれはこれで役に立つ内容になってますので、ぜひこのまま最後までご視聴いただければ幸いです。それでは再生します。今日はですね、もう事前に2つの話題を僕の方で選定して、それをブログの記事にするためにどういった考え方で進めるのかっていうところでご紹介をしたいと思います。1つ目が、この出口クリスタさん。で、この記事なんですけど、出口さんが初優勝しましたと。で、一応もともと日本の方ではあるんですけど、現在カナダの方にね、国籍を変えて、その上で優勝したと。日本選手を破って優勝したと。で、この記事をしっかりこう読んでいくとですね、まあ、ここに日本生まれ東京五輪を目指して、カナダ国籍を取得というふうにあるんですけど、もともと今回この決勝で当たったこの2人っていうのは、高校時代からのライバルっていうふうにあるんですよね。このヤフーニュースの記事には。要するに、若い頃は、この出口さんは、ゴリゴリ日本で育ててもらった人っていうことなんですよね。だから普通の流れでいけば、日本代表として戦うべき人ではあるんですけど、多分何らかの理由があって、カナダの方に移されたと。まあ、全然悪い話ではないんですけど、そういった時に、ユーザーって、なんで移ったんだろうって絶対気になるんですよ。多分何も考えずに、この記事の見出しだけ見ると、ついつい、この部分ですね。この部分ばっかりに目がいったり、この下のね、可愛いとか、妹とか、背筋とか、背筋なのか、まあ、多分背筋なんでしょうけど、背筋とか、そういったところに目がいっちゃうんですよ。そうじゃなくて、もし、そのアクセスを稼ぎたいというふうに思われるのであれば、もちろん Yahoo 虫眼鏡は、しっかり使うべきです。使うべきなんですが、一方で、ある程度先読みをして、話題を見た瞬間に、パッと次のキーワードを自分で検索してライバルチェックすると。いうような、そういった動きも重要になるんですよ。なので今回そういったスキルも大事だなというふうに思ったので、最初から話題を決めてご紹介をしています。先ほどの記事なんですけど、なんでカナダに国籍を変えたんだろうとか、日本で何かあったのかなとか、多分いろんなこう疑問が出てくるんですよね、ユーザーって。なので、カナダと入れて、まあ理由とかでやるといいと思います、こういう時は。まあそうするとですね、もう早速1名いますね。さっきの背筋とか妹とか可愛いとかっていうのも詰め込んでますけど、まあ、正直に言うと、これ詰め込む必要ないんですよ。キーワード。出口クリスタがカナダ国籍を選んだ理由はっていう、それに特化した記事にすべきなんですよね。いちいち背筋とか妹とか別のキーワードを入れる必要はないです。もし入れるとしたら、カナダ国籍を選んだ理由に関するキーワードを後半に入れるっていうのが一番いいです。タイトルの前半後半で関係ないキーワードを入れると、その後半のキーワードでググっても、なかなか上位に上がらないんですよ。なので、今回の事例で言えば、出口クリスタさん、カナダ理由で検索をすれば、カナダに国籍を変更した理由っていうのがわかりますし、カナダ理由じゃなくても、国籍理由このキーワードで攻めてもいいと思います。もしくは、理由のところを、なぜ変えたとか、そういった形で、もしライバルがいた場合には、ずらすんですよ、キーワードをどんどん。そうやって、ライバルがいなくて、自分がしっかりと記事を書けて、勝てそうなキーワード。それをしっかりとタイトルに入れて、ライティングをしっかりとやりましょう。昔のトレンドブログは、タイトルが8割重要みたいな風に言われてたんですけど、個人的にはもう、タイトル半分、中身半分っていう、そういう認識なので、そうは言ってもタイトルがしっかりできなきゃ意味がないので、こういった考えはね、どんどん学んでください。カナダ理由でも、ユーザーが知りたいことってなんとなくわかりますし、国籍理由とか、国籍なぜ変えた、日本からカナダなぜ変えたとか、多分いろんな言い方があるんですよね。で、そういった目線でどん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 先回りして書いていると、必ず当たるんですよ、そのうち。なんかの記事が。そうするとブログパワーも強くなるので、より次に有利になると。次はこちらです。日夜科学の抽象動画削除ということで、法人向けの記事っていうのは基本的によほどポジティブではない限りやめた方がいいです。まあ、結局、まあ、会社って株主があってのものではあるので、変にね、まあ、もちろん個人向けももちろんダメなんですけど、法人向けでいくら事実だろうが、ネガティブな内容ってやめた方がいいんですよ。全然アクセスが来ない上に、しかもリスクと天秤にかけると全然割に合わないんですよ。
法人向けはもちろん、まあ個人向けもそうなんですけど、ネガティブな内容はやめましょう。なので、しっかりと事実に基づいて、ポジティブな内容。まあ、ポジティブとネガティブの間のグレーゾーンみたいなところは僕個人的にはいいかなと思ってるんですけどね。ただ、あくまでもなんかこう、誹謗中傷特化みたいな感じで、それでこう、アクセスを取ろうとするようなタイトル付けとか内容っていうのはやめましょう。疑惑を調査ぐらいは全然いいと思います、個人的に。なので今日は柔道の出口さんの記事ですね。そこからヤフーの記事の内容を見た上で、どこにユーザーは注目をしてどう検索するのか、また検索するキーワードってずらすとどういう考え方があるのかっていうのをご紹介させていただきました。また日夜科学に関しては、まあネガティブな内容ですねに関して繰り返しダメですよと。法人は動きが早い上にアクセスも全然来ないので、書いてもメリットないんですよ本当に。まあ法人といってもね、吉本興業の話題とかああいうの全然ありですよ。ただ普段ニュースにならないような会社が突然何かをやってしまって、それに関してすかさず書くっていうのはお勧めしないというような話ですね。で、ポジティブとネガティブの間ぐらいだったら、まあいいんじゃないかと。まあこれすごい難しいんですよ、バランスが。ケースバイケースだったりするんですよね。だからあえて、ネガティブは全部ダメですよ、というような言い方をしてるんですけど、これは人によって本当に違うので、もしマイナスなところを攻めるのであれば、うまく針の穴に糸を通すような感覚で記事を作りましょう。それでは今回の第25回目は以上になります。はい。ということで今回もブログのネタ探し動画やってきました。ブログネタがスムーズに決められるってわけで、一記事作る時間って大幅に短縮できますし、そういう考え方を身につけるだけでも、ブログじゃないところでもやっぱり生きるんですよね。世の中の流れってどうなってるんだろうとか、そういうのをイメージするので。なのでぜひブログで稼ぐっていうだけじゃなくて、その先も見据えてやってもらえると個人的にはすごくいいと思ってます。それでは今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。ぜひチャンネル登録ともお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。